大府飛行場跡。国土交通省に滑走路、工場等、オーバーレイオーフ飛行場は、かつて、愛知県大府市と東海市にまたがる地区にあった飛行場である。別名、千田飛行場。現在の知多半島道路、オーフ東海インターチェンジの北側一帯に展開していた。霊式艦上戦闘機を代表とする、数々の航空機製造で名を馳せた。 三菱重工業名古屋航空機製作所は古くから名古屋市の大江工場に生産拠点を設けていたの本社も設けられていた当時三菱による生産機の輸送は大江工場で作った機体を喫車、馬車、トラックに分散し岐阜県の各務原飛行場に運ぶという非能率で非合理な方法に頼っていた送発機の場合胴体は牛2頭で引いた 左右の主翼は荷車に枠を組んで立てかけ、牛が一頭ずつで引いた。尾翼なども枠組みで二つに分け、それぞれを一頭の馬で引いた。エンジンと付属部品は二台のトラックで運んだ。従って一気運ぶのに合計四頭の牛、二頭の馬、二台のトラックが必要だった。加えて、道は狭くてデコボコで、休み休み行くので、 かかみが原までの48キロメートルを24時間も、用した。中でも、小牧から犬山にかけての狭い道路では、牛車や馬車で曲がるのは容易でなく、牛、馬を外して、人力で台車を持ち上げ向きを変えた。主翼は立てて、運ぶので、風のある日は、前に進めず、風が収まるまで、人、牛、馬ともうずくまって、待つしかなかった。これを、 少しでも早く解消するために、近隣に滑走路付きの組み立て工場の設置が迫られた。当時の千田郡大府町と三菱重工業名古屋航空機製作所が密接な関係を持つようになったのは、1941年10月からである。1941年10月15日、三菱は大府町と隣接の千田郡上野町にまたがる。 丘陵地帯におよそ570万坪の土地を取得し、17日に、地田飛行場及び、地田工場として、起工式を挙行している。この土地の買収には、当時の堺町長をはじめ、町議会の牢に追うところが大きかった。地田丘陵地の山を削り、谷を埋める、大工事であった。建設にあたって、下郡軍、愛知軍、壁海軍などの各種団体、 町村奉仕団、中国捕虜を刺激して、スコップ、一輪車、モッコで、日々数千人で造成したが、父として進まなかった。なお、勤労奉仕に対し軍当局から、若干の謝礼金が出された、とあり、全くの無償労働ではなかったようである。百式司令部偵察機三型、四式重爆一型中島飛行機、ハンダ製作所の滑走路跡、 半田市中昼町、中奥田町付近。写真左上から右下方向に滑走路がある。寄港して30ヶ月後の1944年4月6日に、ようやく飛行場が竣工した。大府飛行場は三菱にとって、永年の夢が実ったものだった。各務原飛行場から飛来した99式。 環状爆撃機と三菱 MC-20 の2機によって初の離着陸テストが行われ、見事に成功した。完成した飛行場は合計66万平方メートルの建物に3800台に上る工作機械が備え付けられ、三菱航空機地田工場、または三菱第五製作所、または三菱航空機地田整備工場と呼ばれた。 地下工場は各地の工場で作られた飛行機の主要部品を集めて組み立てる最終の工場であり、試験飛行をして軍へ引き渡す役割を持っていた。エンジンは名古屋市東区大幸町の発動機製作所から運ばれたし、主翼部分や胴体、尾翼部分は名古屋市港区大江町や岡崎、市宮の工場などからトラックと鉄道で輸送した。 1944年秋以降、国鉄大府駅から三菱専用側線が付設され、鉄道による部品の搬入が可能となった。専用側線軌道延長3337メートル。工事費73万5千円。飛行場への侵入が急勾配のため、スイッチバック方式となっていた。組み立て工場のラインは2本で、いつも10機前後流れ作業で組み立てていたが、 最初は、三菱 MC-20 と100式司令部、偵察機だった。ラインは、間もなく4式重爆撃機が占めるようになった。選局が急を告げる中で、月産60機を突破したことが2度あったが、テストパイロットは、工場長も含めて3人しかいなかった。1回のテストで済む飛行機もあれば4回、5回と、試験飛行しなければならないものもあって、 多忙を極めたという。飛行場の規模は、主滑走路が長さ1300メートル、幅60メートル、誘導走路が長さ1000メートル、幅30メートルであった。別に東西の補助滑走路も計画されたが、終戦にて実現できなかった。主滑走路は、北西端部が円形に膨らみ、マッチ棒のような形状を成していた。同様な形状を近隣にあった。 中島飛行機、ハンダ製作所、陸軍の清須飛行場も採用していた。冬に風が強かったことを除けば、さほど難しい飛行場ではなかったという。大風飛行場を飛び出った四式重爆撃機は、工場長の記憶によると、三重県亀山市の奥の山の中へ空輸することが多かった。深い拓と呼んでいたところで、長さ千メートルほどの十文字の滑走路を持った。 秘密飛行場だった。本土決戦に備えての飛行機温存策の一環なのか、四式重爆撃機は着陸するとすぐ松林に隠された。飛行場の位置や形態から、この秘密飛行場は、三重県鈴鹿市にあった追い分け飛行場と考えられる。なお、この大富飛行場から、完成品を離陸させるまでに至らなかったとする文献があるが、真偽はわからない。 出展、大伏市編纂観光委員会、大伏市資料編近代現代整備工場、一棟。鉄骨作り、鉄板武器、13,728平方メートル。戦後東南破壊により建屋の鉄骨のみの状態になったという。現在の東海市立富木東小学校の敷地に、ほぼ一致。総組立工場、一棟。鉄骨作り、 鉄板武器、1154平方メートル。1952年に解体され、三菱重工小牧南工場に移築、第一格納庫として帰り咲く。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。組み立て工場、二棟。木造、武器、12936平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、 所在した。荷さばき場、一棟。木造、小ケラ武器、363平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。コンプレッサー室、一棟。木造、鉄板武器、132平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。変電室、一棟。木造、武器。 132平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。事務所、二棟。木造、武器、1538平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。食堂及び、厨房、二棟。木造、武器、2485平方メートル。 現在の豊田自動食器長草工場の敷地に所在した。守衛及び消防で詰所、二棟。木造、武器、六十六平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に所在した。自動車車庫、一棟。木造、鉄板武器、百七十二平方メートル。戦後、盗難破壊。 現在の豊田自動食器長草工場の敷地に所在した。自転車置き場6棟。木造武器370平方メートル。戦後東南破壊。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に所在した。食霊場1棟。木造武器53平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に所在した。 便所、8棟。木造、武器、360平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。消防自動車車庫、1棟。木造、武器、66平方メートル。現在の豊田自動食器長草工場の敷地に、所在した。ポンプ室、3棟。木造、武器、33平方メートル。 現在の豊田自動食機長草工場の敷地に所在した。機関室、一棟。木造、武器、168平方メートル。現在の豊田自動食機長草工場の敷地に所在した。職員社宅、三棟。木造、武器、297平方メートル。現在の大府宿内町に所在した。1944年12月7日。 突如として、東地方を揺るがした東南海地震により、三菱重工業名古屋航空機大江工場は大きな地割れで、工場施設、組み立て地具等が破損し、工場は麻痺状態に陥った。それに加えて、同月18日には B29 の爆撃により人的被害はもちろん、工場の中枢部が壊滅的打撃を受け、 急遽当時の大府町に疎開が始まった。疎開地は結果として完成したばかりの飛行場と一体となった感があった。疎開地のブロック分けとして、国鉄東海道本線の西側の飛行場方面のブロック東海道本線の東側の横根山地区に分けられた。建物として、約60棟の木造建築が建てられ、1945年3月、着工。 同年8月にはほぼ完成している。管理部門として、王府駅周辺の主要建物が使われた。王府町役場2階、病院、個人邸、公会堂、地蔵院など。その他王府駅前には、王府寮設備課、材料課、勤労企画、書務課、調査課、業務課、運輸課などが並び、王府はにわかに、三菱の町となった館があった。出店。 大府市,市編山観,観光委員会、大府市,市資料編近代現代1943年12月1日、大府駅北側に作り用13,120平方メートル。1944年6月、大府駅に三菱専用貨物ホーム新設。1944年6月1日、追い分け工場事務所を呼び、倉庫地として、 鈴木バイオリン工場跡と177,984平方メートル取得。1944年10月1日、大府駅から飛行場までの専用性元速専用地として43,884平方メートル取得。三菱専用引っ込め線となる。1945年5月、三菱病院用地として、 大府町内に2059平方メートルを取得。1945年6月26日、大府駅前用地として25,705平方メートルを取得。1945年8月15日、大府飛行場には何機もの四式銃爆撃機、飛竜が残っていた。昨日までの活気はなくなり、誰もが巨奪感に襲われていた。工場長は、 飛行機を飛ばすことを思いついた。連合軍はまだ進駐していなかった。警察官や消防団員、飛行場作りに力を貸してくれた近くの人たちを乗せた。飛竜は連合軍司令部から飛行禁止命令が出るまでの10日間、地下の上空などを飛行した。1945年10月に入って、すぐ連合軍司令部は飛行機の焼却処分を命令。 作業者の手で部品は大型で砕かれ、完成機体はガソリンがかけられて焼却処分された。ここに大富飛行場における航空機生産も終わりを告げることになった。豊田自動織機長草工場かつての滑走路跡をトレースする道路。道路脇に新日鉄住金社宅やサークル系統が並ぶかつて三菱専用鉄道があったと考えられる道路。 大府市、宇土交差点付近。戦後、飛行場の一部は、農業開拓者の農場に転換されたが、残りの土地は、三菱重工の所有のまま放置されていた。1952年2月になり、組み立て工場等が集中していた地区を、豊田自動食器製作所が、大府町の圧戦で買い受けた。同社では、農業機械の試験場、 アパトジュ車両の完成車置き場として利用していたが、昭和40年代になり、長草工場として、パブリカ版の生産基地となった。その後も、長草工場は、スターレットビッツ等の生産を続けている。同じく1952年、中部日本新聞社が6月1日、中日欧風飛行場を開設した。同新聞社によると、当時、 民間空港第1号と宣伝された。面積23万平方メートル、滑走路長450メートルであった。滑走路とは言っても元の大風飛行場の一角を鳴らしただけで、ラバウル基地よりひどいと言われたが、それでも当時自前の飛行場はここしかなかった。同年8月15日、かつて大風飛行場で生産されていた、飛竜と、 同じ名前を与えられた水陸両用機、飛竜と白鳩の2機からスタートした。1952年11月、ベル 47D 型3人乗りヘリコプターが大風飛行場に到着。後に、同機は川崎重工に引き取られ、国産ヘリコプター第1号開発のための技術調査に一役買った。1953年2月、中日車機。 飛竜が滑走路東側土手に激突、乗員二人が重傷となる事故が発生。1958年7月、中日オフ飛行場を閉鎖。中日機は名古屋空港に移った。1958年以降、かつての滑走路跡は、新日本製鉄名古屋製鉄所の社宅を中心に、市街地化した。また滑走路跡の上を、 北半島道路の効果がまたがり、一見しただけでは、かつてここに飛行場があったことがわからなくなってしまった。道路付近には、ミニストップや、ファミリーマート、バロー、セブンイレブンなどが立ち並ぶ。滑走路跡は一部道路ともなったが、福音は大幅に減っている。丘陵地の割には、不自然に平坦な地形が、唯一飛行場であったことを示すものであろう。また、 飛行場にはかつて、大府駅から、専用側線が付設されていて、1970年代頃までは、その後が明瞭に残っていたが、その後市街地下が著しくなり、一部が道路として、残っているらしいが、その後が極めてわかりにくくなっている。2015年1月5日、愛知県西日外郡豊山町にある、県営名古屋空港ターミナルビルに本社を移転。 abcdefgh i 中日新聞社会部愛知の航空士中日新聞本社 abcdef 王府市市編纂観光委員会王府市市愛知県王府市 abcdefgh 王府市市編纂観光委員会王府市市資料編近代現代愛知県王府市王府町市編纂委員会王府町市東海市市編纂委員会第7章 戦時体制と生活、東海市市、通紙編愛知県東海市 AB 山田直行、花形の軍用機産業、北半島の歴史外観、株式会社強同出版社株式会社トヨタ、自動食器製作所社真編集委員会、40年史株式会社トヨタ自動食器製作所、P504 から505、ハット AB 中日新聞社社真編3室、中日新聞創業100年史 株式会社、中日新聞社、ありがとうございます。